カツです。今年はね、元日から能登半島地震というね、震度7、大津波警報っていうのが出てね、とってもとっても、新年のね、挨拶どこでなくなったというね、状況で、今年1本目のね、動画は、こういうことから始まりますね。犠牲になった人たちね、たくさんいます。ご冥福をお祈りします。被災された皆さんね、本当にね、心よりお見舞い申し上げます。大変だったね、というか大変だね。今、ここはね、山田のっていうか、船越のね、前須賀海岸に来ました。船越小学校の下ね、ご覧の通りというか、見ての通りも砂浜はなくなってね、今こんな感じになりました。ここの津波はね、18メートルっていう津波が来て、船越小学校は地盤はね、海抜13メートルっていうところにあったんだけど、2階の廊下までね、浸水して、全壊というね、扱いになりました。その時にお礼ではね、次男坊が、その船越小学校の1年生でね、その次男坊もね、小学校1年生も明日成人式というね、ぐらい、時間っていうか、月日が流れましたね。まあ、こっちは今こんな感じっていうしかねえんだけど、その時俺はね、大槌高校で、避難所の運営ということをね、やってました。避難者はね、大体公表地では1100人以上ということになってんだけど、大体1200人ぐらいの避難者がどっと来てね、お盆前まで避難所だったんだよね。で、避難所の、まあ、避難所っていうか、いろいろね、この津波っていうか、震災で思うところとかね、喋るってことがね、いっぺんあんだよね。その東日本の時の3.11の時の当事者としてね、いっぺんあんだけど、いっぺん喋ってもしょうがねえっていうのもあるしね、まあ、しょうがないことはねえんだけど、思いつくままに喋ってみっかなと思うのはね、いろいろ考えたんだけど、支援物資っていうか、緊急援助物資っていうかね、そのことと、あと避難所の運営っていうこととね、ことと、あと、何かな、いろいろあってね、それの中で、今回はね、っていうか、避難所の運営のことね、ちょっと喋ってみっかな。避難所はね、大槌高校1200人ぐらい避難したんだけど、運営側とすればね、まあまあうまくい運営できたんじゃねえかなって思っています。で、いろいろあんだけど、中でもね、良かったかなって思うのは、良かったかなっていうかね、どう喋ったらいいかな。そもそもね、避難所っていうところは、ホテルでもないし、旅館でもないんですよ。で、もっと言うとね、避難者はね、お客さんじゃねえんだよね。で、運営する側も被災者なんだよね。みんながみんな被災者で、みんなで協力し合ってね、運営していかないとね、うまくいかないんですよ。で、
大事なことはね、体を動かすっていうことがすごく大事で、もう元日の地震だったので、それなりの時間が経ってるからね、避難者の人たちはもう疲れ切ってると思うんですよ。で、限界なんか声出て、限界声出たことすらわかんないっていうぐらいね、大変な状況にあると思うんだけど、みんなで協力してね、運営者、避難者関係なくね、みんなで協力して、避難所を回すっていうことが大事で、ラジオ体操でもいいし、みんなゴミ拾いでもいいしね、とにかく手伝って、みんなで手伝って協力し合ってね、体を動かすっていうことで、そのストレスをね、ちょっとでも、体を動かすと意外とね、ストレスって紛れるもので、ゴミ拾いでも、椅子の並べ方でもね、何でもいいんだよ。食べるものもあると思うんだけど、その炊き出しの手伝いとかね、配膳とかね、茶碗洗ったりとかね、とにかく体を動かして、声をかけ合うっていうことがすごく大事です。そうすればね、なんとかなる。それをゴロッと横になったまんまとかね、座ったままとかっていうとね、本当にストレスもたまるし、体によくねえしね。ちっちゃい子からおじいさんおばあさんまでね、なるべくね、動いた方がいいです。ね、うちの避難所の場合はね、低体温症でね、年配の人たちはね、低体温症から来る認知症っていうのを発症したりね、発狂したりとかね、刃物を振り回したりとかっていう、さまざまなことがね、すんごくあって、本当に本当に大変だったもんね。俺なんかご中じゃねえないっていうね。寝れないんだよね、もうね。テンパった感じで。まあ、そんなこともあったりでね、本当に大変、なんだっけ、ひと事のようだけどね、今となってはね。あとはね、物資。最近ね、ニュースでっていうか、ここら辺でもだけど、支援物資を届けるっていう動きがあるんだけど、気持ちはすごくわかんないね。わかんだけど、タイミングっていうものがあってね、ニュース見ても、報道されてるけど、道路もね、大変な状況で、昨日だったかのニュースでは、自衛隊と消防の車列をね、待たせて、一般の車がね、道路を通行してるっていうところがあって、まあ、地元の人たちだと思うんだけどね、まあ、仕方がねえなっていう場面はあるにはあると思うけど、でもやっぱりね、自衛隊とか消防とかね、緊急医療支援とかっていうね、そういう人たちをね、ストレスなく、ストレスなくっていうか、そういう人たちの方を道路優先させてね、頑張ってもらうっていうか、だから一般の人たちはね、ちょっとね、車の乗り入れはね、考えた方がいいと思う。それで、物資を持っていくっていう気持ちはわかるんだけど、まだね、ちょっと早いと思う。で、持っていけば持っていったらね、今度受け入れ側の体制がね、整ってない時ってね、迷惑でしかないんだよね。受け入れ体制ができてから、運ぶったってというか、そっちの方がいいかなっては思うよね。まあね、気持ちはすごくわかるんだよね。ガソリンがないっていうテレビの、ね、ニュースでもあって、インタビューもあったし、暖房も灯油もない、なんとかしてけろっていうのはわかるんだけど、そうだからってね、みんながみんな俺の例一台だけいいかなの例でね、一般車を乗り入れて、ね、現場が大混乱になるというのもあった、思ったっていうか、俺らの時はそうだったね。あと
になったのはね、ニュースでインタビュー受けるじゃないですか。そうするとね、インタビュー、テレビのインタビュー受けるってなかなかないことでしょ、普通は。特別なことなんだよね。そうするとね、その、受けた人って、継続してね、インタビュー受ける受けがちっていうか、おしゃべりが上手だったりとかしてね、続けてこう何社にもインタビュー受けたりするんだけどね、そうするとそれを周りの人はね、よしと取らない人もいるわけですよ、やっぱり中にはね。そういうのもあるし、温度差っていうかも生まれるし、報道って報道って特別にするとよくないと思うんだけど、テレビって特別でね、最初もう1週間も経つのでそろそろだと思うんだけど、最初の頃はね、本当にこう災害の現場をそのまま伝えるっていう報道なんだけどね、だん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 こう時間が経ってくると、やっぱり悲惨な災害だったので、悲惨なように作るんだけどね、番組っていうか、涙頂戴っていうかね、そういう風にこうシナリオのようなものができて、でそれに合わせないようなインタビューっていうかを撮ったり番組を作ったりするんだけどね、現場と全く違うものが報道されたりしてるので、してるのでっていうか、そうだったっけね、オラドの時はね、そんなの運動があったり、報道の人たちにもね、そこら辺はちょっとね考えてもらいたいですね。まあそんな感じで、またね思いついたら喋ってみっかなって思います。とりあえずね、今回の動画はこの辺まで、本当にね、よく頑張ってくださいっていうのはうんぬんっていう議論があったけど、東日本で経験した俺からね、俺が言う、別の人たちには頑張ってほしいですっていう、頑張ってっていうのはね、やっぱり意味があっても頑張ってなので、大変な状況だと思うんだけど、やっぱりね、現場が頑張んないとね、どうしようもねえんだよね。そういう意味でっていうか、本当の意味でね、心からね、頑張っていって、このね、苦難っていうか、逆境っていうか、状況をね、乗り越えてっていうか、欲しいなと思いますね。そんな感じでね、今回はこの辺までにします。また何かね、思いついたら喋ってみようと思います。